マコナコです。バッドノース続きやっていきましょう。続いて上の方行きましょうか。まずは次のターン進んで、結構早い段階で前へ前へと言ってるので、で最後これ上行った後に戻れんのかな。あ、今違うか、まだここか。上行くかもしくは右下の方行くかなんでね、この旗のマークが、まあ、何になるのかがちょっと分かってないので、こういうしっかりとした旗のマークたように思ったんだけど、まあそれとまた何か違いがあるのか、それともこれ単にアイテムのマークなのかがちょっと分かんないんでね、今のところ。では行きましょう、この編成で。さて弓は高台に、でわあ、これなんかマップが入り組んでるから分かりにくいね。でマップのボリュームも広がってるように見える。うん、手前側、これは弓っぽいか。ならば僧兵は下げましょう。弓はさすがにここからじゃ届かないかな。多分盾あれば全く倒されることなく防げると思うので、これ歩いてる最中はダメとかあるのかな。これ届かない、さすがに届かないか。あ、今ようやく届いた。次は上から来ている、全部憲兵か。この辺り、うん、この手前側の島みたいなところは関係ないと思うので、多分この辺りいいでしょう。全部槍で追い払ってくれること願って。わあ、弓が全然当たんないね。やっぱ射撃上げた方がいいのか。でも上の方はなんだかんだでも倒されないので、守りきれるんだればね。当然守りきれなければダメだけど、ならば上の方は無理に鍛えなくて、倒される可能性のある前の方だけ鍛える。あれは弓か、ここかな。今この一帯だけなので、最後の襲撃どうなるか。全部こっち側だと思う。であとは憲兵憲兵憲兵歩兵、これはこっち側重視。あ、でもなんだかんだで防げそうな気がするんだよね、槍だとね。いや全部こっち側行く。うん、まあそれでも槍が強いな槍強いな、本当に問題なく追い払ってる。扱いは難しいけど、まあ僧兵2つでもいいかもな、これだったならば。僧兵2、歩兵1、弓1で、で歩兵はもう迎撃隊みたいな感じで、その場その場で移動させるとかね。となると僧兵鍛えたいけれども、この僧兵のこれの技は槍で一直線に突進する、まあ、こうした技も使ってけってことになるんだけど、歩兵の方は崖の上から飛び降りて攻撃、使いにくそうだね。敵の位置が重要になりそう。一サイルめがけて矢を集中射撃する、これ狙いを定めることが可能。どうなんだろうな、これそういえばこのアイテムは持ってるだけで大丈夫なのかな。入手するコインが島一つにつき一個増える、はい、早めに上げたい気がするけどね。とりあえず憲兵のレベル上げか、もしくは僧兵のレベル上げ、ここら辺狙っていきましょう。でこの上側行きましょうか。で余裕あるので、これ戻っていけるんであれば戻って、ここも右下も取ってみたいな感じで進められれば面白いけどね。あー、現地の隊長がいる、なるほどね。これ狭い、あ、これ簡単だぞ。多分ここ守ってれば終わると思うんでね。あ、でこれならばここ崖から飛び降りて攻撃というのが有効に働きそう。あ、違う、これ別ルートもあるな。となると
こうか。あ、嘘。やっぱり動いてる最中は盾持っててもダメなのかな今の。見かけられて倒されたぞ。これ一旦補充向かわせるか。まあその必要もないと思うけど、その必要はなかった。ちょっと待ってくれ、待ってくれ。これ盾持ってないな、そもそも盾ないんだけど。うん、上陸したら一気に駆け寄って倒す。うん、追い詰めた。上側、あれも弓だな。今回弓が多い。うん、盾で防げてると思いたい。一気に詰めましょう。最後の襲撃、今回簡単だな。これも多分弓かな、全部弓。これ寄ってくるまで待って、敵が寄ってきたならば一気に駆け下りて倒す。うん、今回は何だろう、なんでこんな簡単なんだって言わんばかりの楽な戦いだった。まあとはいえ得られるポイントの数、あ、プラス1ポイント、コイン手に入ってるね。3ポイントしか手に入らず、だが仲間増やすことができている。123か、12、あー、どうなんだろうな。アップグレードは、うん、これ最初から9、あ、違うな、9兵というわけでもない。あとあとこの辺りは鍛えればいいと思うので、当面は放っときましょう。次のターン、でここ目指したいんだけれども、前行ってからここ行った方がいいのかな。でここなんかマークがあるので、多分これ敵のなんか携帯なんだろうと思うんだけど、これ何なんだろうな。あと上行くとはハテナがある。上行きましょうか。もう仲間は揃ってるんで、無理に仲間入れる必要ないんでね。あとこの木のマークなんだろうな。この木のマークが分かんない。手前側はこれアイテムだと思うけど、まあ倉庫行ってても始まらないん でこれ、このマークの意味合いも分かればいいんだけど。さて敵はどこから来る。操作しやすいようにちょっとバラクさせましょう。あれは弓なので歩兵向けておきましょう。うん、まだまだ難しくない。弓で一マスを集中攻撃というものがスキルであったので、そこら辺もし可能であればね、取っていきたいけど、スキルをね。うん、なんか弓が多いな。この弓のマークがさっき見たあのマークと関連するのか、それともそうじゃないのかわからないけど。あれ、これなんかちょっと白っぽくなってんじゃない。いいね、防衛戦やってるみたいな感じで。盤石の備え、今度は憲兵がやってくる。これあれかな、なんか強いんじゃないかな、見た感じ。今までと見た感じが、あ、なんか今1体倒されて2体倒されて、強いんだけど。うん、ここにいるしかないか。で向こう側も来るので、もう、いや違うな、こっち側だな。槍は行かなくていいと思う。射程的な上陸したところを狙って、最後、これなんだろうな、これも弓っぽいな全部。あ、大丈夫かこれ、かなり数削られてるけど。歩兵一旦下げましょう。これは後で
対応するような感じで、さて早く登ってきてほしい。登ってきたならばもう問題なく倒せる。危なかったね、3部隊まで減らされていた僧兵が。まあもうちょっと手前側で待っててもよかったかもね。うん、左側は多分弓なんだろうね。右側はなんか新しくまた登場した。あ、なるほどね、ハテナマークがあったのは新しいキャラクターってことか。でそのマークがあるのは強いというアイテムが手に入るとか思ってたけど、そうではなかった。さて18ポイントをどこに割り振るか。僧兵強化しましょうか。守備力が増している。キャラクター取りに行きたい気もするけど、行ってしまうか前に、それとももうちょっと手前側で。あれ、これなんか一人しかいないんだけど。あ、こんなのあるの、ちょっと待って待って疲労で動けないとかあるんだけど、あれこれどうすればいいの。あ、次のターンに進めればターン進行、これで復活する。なるほどね、入れ替えてやっていかないとダメってことか。でもしこのキャラクターがたくさんいるんであれば、4部隊編成を2回に分けて1つのターンで2箇所攻められるとか、多分そういう意味合いだと思う。ここ行きましょう。なのであえて3、2で出して戦うとかもね、1つ選択できそうだけど。あれ、これこっち側でいいんじゃない。では行きましょう。これは狭いから守りがたやすい。どの方向から来るか。うん、僧兵鍛えるより歩兵鍛えた方が良かったか。難しいね。全然弓の射撃が当たってない。このゲームなんか敵が見えにくいから、敵をね見つけるためのゲームのような気がする。そして見つけたらどういう兵かを確認するっていうね。それでようやくまともにゲームがプレイできるかのような。倒した、これも全部弓だと思う。多分ここからしか来れないと思うので、うん、すごい狭いところ守ればいいだけだから、プレイそのものは楽。まあそうした楽なシナリオで経験稼いで。ああ、これ縦に弓矢がぶっ刺さってるね。最後の襲撃、これどこから来る。ここしかないよね。うん、問題なく拍子抜けするほど簡単な、そんなシナリオだった。まあ得られるポイントも少ないんで、そこら辺は残念といえば残念。でここで疲労が溜まってなければもう一個いけるとかね、あったんだろうけど。さて8ポイントを使って何あげるか。スキルの方行きたいような気もするけど、あれこれ何名いる今、1、2、3、4。まあ次は歩兵ポイント、12ポイント必要。じゃあここ行きましょうか。ここ行ってここ行って、あと一直線なんで。ひるんだ敵は防御が今弱くなるという説明があった。なるほどね。ああ、現地の隊長構成が変わってしまうね。現地の隊長はまあ歩兵かな。でも盾は持ってないように見える。扱いはしにくそうだが、守るべきポイント、これもすんごく少ないんだけど。あ、これこっちが登れるのかな。あ、登れるな。じゃあ歩兵もこの上でいいでしょう。敵弓矢がある。
僧兵ここ守って弓矢で前、こんな感じで。どうなるどうなる、さすがに倒せないか。これ上駆け上がってきてくれればいいけど、ちょっと突っ込んで槍で突っつきましょう。結構減らされたぞ。ダメか、前で戦わないと。左側はなんとかなった。いやーちょっと待って、しかもこれ最終ウェーブにはなってないんだよね今ね。一個上がるか。まだまだ最終ウェーブじゃないので、これ前の方を固めないと。よし、守りきったのはいいけど、え、まだこれ最終ウェーブじゃないの。あ、じゃあ今のうちに、あ、地雷これ回復するのかな数。あ、間違えた。あ、もう置いたのか、今置いたね地雷を。これで様子見ましょう、この地雷がどうなるか。これ地雷の後にこれ飛び降りでなんか攻撃できたら面白かったけどね。これ、まあ、どこに来るかを見定めてからじゃないと。だがどう考えてもここだよね。地雷置いて、左が行かないよねこれ。怖いんだけど大丈夫だよね、そこに来るよね。来ない、ひょっとして来ない、来ない。まあでもここで耐えてればなんとかなるでしょう。あ、違うわ、これは耐えてちゃダメなんだ、行かないと。でまた地雷ここに置きに行く。あ、これダメか地雷。あ、隣接してないとダメ、ひょっとしたら。向こう側も弓、あ、違うな、間に合うかこの地雷を。このでも地雷は上の方が良かったな、大量に上から来てるんでね。はい、終わった。こっち側最後の防衛。うん、これは突っ込ませないとダメなんだけど、槍歩兵を今数がわからん、数がわからん。そう、へ、突っ込ませましょう。危なかった、今1体まで減った。部隊もいたので下手したらこれユニットが失われる可能性があった。うん、熟練、これなんだろう、スキルか何かか、ちょっと見てみましょうか。熟練スキル半額、あーなるほどね、育てやすい、そういうのもあるのか。ここ見て、名前の下を見て、これ人気者エラーって書いてあるんだけど、これなんか本来書かなきゃいけないのが書かれてないっていうね。ノックバック体制というものがある、はい、あ、じゃあこの最初の2名を鍛えるよりかは後から来た人を鍛えた方が面白いかもな。これ順番変えらんないか、どうするか、弓を鍛えるか。弓はじゃあ主人公的扱いで残しておいて、じゃあこれを僧兵にするか。うん、僧兵はドックバック耐性があるから、じゃあ歩兵か、アップグレード。お、なんかマークついてんね、これなんだろうなこのマーク。ああ、これが半額のマークなのかな。ああ、スキルが半額ね、なるほどね、スキル半額か。全部半額だと思ってたんで、そうじゃなかったんだ。あ、なんか失敗したな。となるとこっち側でなんとかまたやっていきたいんだけれども、
あー難しい。何あげる？10ポイントあるんでね。運用の幅広げるんであればスキルなんだけど、やめときましょう。というわけで今回はこれで終えて、だんだんとルールが分かってきたかのような、そんな状況です。この続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。